見切れるか。散りたまえ。行け、下がりなさい。
戦闘終了。先に進もう。選ぶべきは右か左か。何時らの行く末はカードのみぞ知る。扉をくぐりたくば運命司るカードを示せ。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。誰だあんたは。カモじゃねえのか。カモ見たところ、ネギは背負ってなさそうだけどな。ちょっとみんな、何いきなり絡んでるのよ。ごめんなさい、びっくりしたでしょ。あん見えて決して悪い人たちじゃないんだけど。あなた、お客さんよね。私が案内してあげるからついてきて。でも随分珍しいわ、こんなボロ酒場に。それも真っ昼間から来るなんて。あ、でも誤解しないでね。ここは何も悪い店じゃないんだから。建物はボロボロだし、常連の素行もとてもいいとは言えないけど、なんていうのかな、温かみがあって、一品料理とかのお食事メニューもこれがまた結構いい味出してるのよ。あ、足元気をつけて。その床もうすぐ抜けそうなの。さあ、席に着いたわ。注文はどうする？どうやらお酒を飲みに来たってわけでもなさそうだし。そうね、おすすめは顆粒トムヤムクンなんてどう？ピリリとした辛みと程よい酸味がいい感じの、ここの人気ナンバーワンメニューなの。そう、それにするのね。
飲み物は水でいい？え？なんか言った？ジャック？ジャックなら今頃奥のどこかで寝てると思うけど、あなたもしかしてジャックに勝負を挑みに来たの？テーブルについて料理まで注文したから全然気づかなかったけど、そうね、ちょっと聞いてきてあげる。機嫌がいいなら相手をしてくれるかもしれないし。じゃあ少し待っててね。おい、聞いたか？あそこにいるやつ、ジャックに勝負を挑むって話だぜ。ああ、確かにそうみてえだな。また面白いもんが見れるかもしれねえな。どうだか、ジャックが本気になることなんざ、そうあることじゃねえからな。はい、これが注文の顆粒トムヤムクンよ。熱々のうちに一気に食べきるのが通ってものよ。それでジャックなんだけど、今回はパスしてくれだって。どうもまだ昨日のお酒が抜けないらしくって、起き上がるのも億劫らしいわ。ごめんなさい、わざわざ足を運んでくれたのにね。よし、それじゃあこうしましょうか。私と勝負して勝てたらもう一度お願いしに行ってあげる。私が負けたとなればあいつもあなたに興味を持つはずよ。意外？こう見えて私もやるの、ギャンブル。私の名前はハル、伝説のギャンブラー、キングの娘。表世間じゃ知られてないけど結構有名よ。ただし手加減はしない。私に負けたらすぐに帰ってもらう。それでもいいならやりましょう。それはオッケーのサインかしら。じゃあ場所を変えて早速始めましょう。ジャンルはカード、ブラックジャックなんてどう？準備は大丈夫よね。それじゃあ早速始めさせてもらうわよ。カード引かなくていいの？ブラフだったら大したものね。あなたの勝ちよ、おめでとう。次は負けないわよ。カード引かなくていいの？ブラフだったら大したものね。ごめんなさい、どうやら私の勝ちみたい。それじゃ次の勝負といきましょう。ストップなんだ。結構自信がありそうね。私の負けか。ちょっと焦っちゃったかな。次は負けないわよ。
その引きで本当に大丈夫なの？ま、いいわ。私も引かせてもらうわよ。私の負けか。ちょっと焦っちゃったかな。次は負けないわよ。その引きで本当に大丈夫なの？ま、いいわ。私も引かせてもらうわよ。あな、さてと、どうやら勝負はついたみたい。おめでとう。あなたの勝ちよ。やるわね。いいわ。あなたのことジャックに話をしてきてあげる。なあ、あいつハルちゃんに勝っちまったぜ。みてえだな。こりゃいよいよ面白いもんが見れるかもしれねえぞ。ね、な、見慣れない奴がいるな。もしかしてハルが言ってたのはこいつのことか。ああ、て頭がズキズキしやが、ね、ああ、やっちゃった。ほれ見ろ、俺の言った通りだろ。ジャックのやつやっぱりあのボロ床を踏み抜きやがった。確かに。だがなんだってか、ギャンブル以外のことに関しては点で運のねえ野郎だよな。てか単に鈍いだけか。あ、今言ったなてめえが。いつでもやってやるぞ、こら。はいはい、そこまで。喧嘩なら外でやってよね。この酒場がこれ以上ボロになったらどう責任取るの？それとジャック、その床はちゃんと自分で修理しておくのよ。なんで俺が。ギロ。ああ、あった。めんどくせえ。ハルちゃんが来てからジャックのやつがおとなしくなって本当助かりだぜ。ああ、まったくだな。待たせてごめんね。約束通りジャックを連れてきたわ。で、俺と勝負したいやつってな、目の前にいるこいつのことだな。そうよ、ご名答。はあ、パッと見は大したことはなさそうだがな。そうやって油断して足元救われないようにしなさいよ。さっきの床みたいにね。ち、自己紹介が遅れたが、ジャックだ。よろしくな。まあ、何はともあれ、まずは酒だ酒。おいハル、ウイスキーだ。もちろんロックでな。はあ、ジャック、あなた二日酔いじゃなかったの？ああ、それなら大丈夫。昨日の酒なら、たった今冷めた。おれ、ハリーアップだハル。ああ。いい加減な人ね。あ、春のことが気になるのか。
まだまだ色気の命もねえが、なかなか見込みのありそうな娘だろ。それが突然何を好き好んでが、こんなむさ苦しい場所で働くだなんて言い出しやって。まあそんなことはどうでもいい。しかしあんたもまったく度胸が据わってるよな。こんなバスへのボロ酒場に一人で乗り込んでくるなんて、なかなかいねえぜそういうやつは。話弾んでるみたいね。はい、持ってきたわよ。ああ、ありがとな。で、仕事に戻らなくていいのか？こんな面白いものを前にしてお店なんて手伝っていられないわ。マスターにも伝えてあるから見学させてもらうわよ。はあ、まったくいい加減な店だな。まあいい、さっさと始めるとするか。いや、あんたが挑む勝負だ。なんで勝負するかはこっちで決めさせてもらうぜ。俺の最も得意とするギャンブル、ポーカーで勝負だ。それじゃ早速始めるとするか。まあお互いせいぜい楽しもうぜ。思った通りの手札かい？すまねえな、ちょいとばかし俺のがついてたみてえだ。よし、ネクストゲームだ。へへ、あんたのカードに期待してるぜ。へへ、やるな。
だがいつも勝てると思うなよ。よし、気を取り直して次だ。次あんたのカードに期待してるぜ。ドローだったか。ま、こうでなくちゃゲームは面白くねえ。さあ、次こそは勝たせてもらうぜ。あんたのカードに期待し、逃げるのか。あいあいだよな。まったく冗談きついぜ。ちょいとばかし。お、よし。あんたのカードに期待してるぜ。ちょいとばかし、俺の、よし。思った通りの手札かい？ま、さあ、あんたのカードに期待してるぜ。ちょいとばかし、俺の、へへ、悪いな、俺の勝ちだ。どうやら空の女神さんはあんたが好みじゃないだとさ。見込み違いだったが、ハルを倒したって言うからもう少しやると思ったんだがな。さっきのはまぐれじゃないと思うんだけど。まあいいや、とにかく今日がそげちまった。次また来るんならちったマシなもの見せてくれよ。お
と俺の手札だい。ま、さあ次こそは勝たせてもらうぜ。どうだ、思った通りの手札かい？だがいつも。よし、気を取り直して次だ。次あんたのカードに期待してるぜ。ちょいとばかし。よし、どうだ、思った通りの手札だい。だがいつもか。よし、あんたのカードに期待してるぜ。ま、こうさあ次こそは勝たせてもらうぜ。どうだ、思った通りの手札かい？ま、さあ、どうだ、思った通りの手札かい？ま、こうで、さあ次こそは勝たせてもらうぜ。どうだ、思った通りの手札かい？だがいつもか。よし、気を取り直して次だ。次思った通りの手札かい？ま、さあ次こそは勝たせてもらうぜ。どうだ、思った通りの手札かい？だがいつも勝てると思うの。よし、気を取り直して次だ。次あんたのカードに期待してるぜ。ま、さあ次こそは勝たせてもらうぜ。どうだ、思った通りの手札かい？
ま、こう、さあ、次こそは勝たせてもらうぜ。あんたのカードに期待してるぜ。だがいつもか、全ての星を取られたか。喜べ、あんたの勝ちだ。なるほど、いい腕してんじゃねえか。言い訳はしねえ、俺の負けだ。おい、マジか、ジャックに勝っちまいやがった。バカ、ジャックが本気じゃねえのは分かってるだろ。ま、それは相手さんも同じことかもしれねえけどな。そう、そうだな。でも、とにかくいい勝負だった。早くも注目の的ね。まあこれくらいやれれば見せ物としても十分だってこった。負けたな、悔しいが、俺も久しぶりに純粋にギャンブルを楽しめた気がするぜ。ほんと、見ていて私もポーカーやりたくなったもの。まあなんだ、気が向いたらいつでもここへ来な。その時はまた相手になってやるから。が俺の実力はまだまだこんなもんじゃねえからな。そんなこと言って、やけどするのはジャック、あなたの方なんじゃないの。いやめろ。それはともかく、私もジャックと同じ気持ちよ。いつでもここへ来てね。そしてまた勝負しましょう。いいか、必ずだぜ。勝ち逃げは許さねえからな。そう、今日はもう帰るのね。それじゃ、また会えるのを楽しみ。Thank you.